はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。運営さんちょっとケチすぎやしませんかね。ということで今回はですね、現在開催中の FFBE6.5 周年記念ツイッターキャンペーンがケチすぎるということで見ていきたいと思うんだけど、まあ今皆さん参加してると思うんだけど、ツイッターと連携させることによって、まあこの FFBE リニューアルのツイートにいいねもしくはリツイートをしてポイントを貯めると。で、ポイントを貯めると各種アイテムと交換ができるんだけど、1日で獲得できるポイントが300ポイントと決まってますと。上限があると。で、その300ポイントが開催期間の、まあ、28日から1日までの5日間しかないと。なのでマックスでも1500ポイントしかたまらないと。いや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 と。で、その1500ポイントと何と交換できるかっていうと、まあ、この下記のラインナップって書いてあるんだけど、高くねえかなと。まあ、これ全部交換するのにね、確か3000ちょいぐらいポイントが必要だったと思うんだけど、明らか足んないんだよね。だからもう優先的に何を取るかっていう話になるんだけど、ぶっちゃけ Amazon ギフト5000こっちにかけるのもなんかありなんじゃねって思っちゃうよね。で、まあもうケチすぎるよ。もう全部取らせてくれよというふうに、ちょっとね、苦言を呈していきたいなと思います。かなりね、思ってる方多いんじゃないかなと思います。で、まあね、よくよくこう見てみると、まあどこかのゲームのパクリだと。で、さらには、そのゲームよりか配布量が少ないと。これは由々しき問題ですよと。そりゃね、同じようなことやってたら比べられるのは必然ですよということで、できたらね、ちょっともうちょい、もうちょい獲得できるようにちょっと工夫してほしいなと思ってしまいました。まあただね、もう岩はもうこうやるしかないと。このままのポイントで、まあ、どれかを獲得しなきゃいけないということなんで、皆さんは何を選びますでしょうか。僕はですね、まあ、NV チケットやっぱ取りたいかなと。ビジョンカードもついてくると考えると、やっぱ取るべきかなと思いました。まあ、ただね、ヨシキリ、クラウド、エアリスあたり出てきたらブチギレ案件だけどね。で、残りじゃ800ポイント何と交換するかってなったら、まあ、ラピスなのかな。ラピスをちょっともらう、800ラピス分もらうか、まあ、アマゾンギフトに応募するかっていうことよね。まあでも10名だからちょっと狭きもんすぎるよね。って考えたらやっぱラピスになんのかなと思いました。まあワンチャン NV チケットを狙う、まあ NV を狙う上で350のこちらを狙うのもありかなとは思うんだけど、そうするとね、もうあと100ポイントでじゃあ Amazon ギフト交換するかみたいな感じかなと思いました。皆さんは何と交換しますか。僕めちゃくちゃ迷ってますね。だからちょっと皆さんのこれと交換するっていう意見を元にね、ちょっと決めたいなと思いますんで、まあ、みんなもね、こうみんながどういうものを選ぶか気になると思うから、じゃあ今回たくさんね、コメントをしていただければなと思います。そしてまだねキャンペーン参加してないよって方はもったいないので、ぜひね今からでも参加していただければと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それじゃあまたねー。